おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日向かっているのは茨城県の城里町。おどろおどろしい雰囲気の橋を渡った先にある藤川ダムです。荷造りをしてから荷物を担いでいきましょう。藤川は去年自己記録の尺半45センチを釣らせてもらった場所です。今年はまだ情報も何も入っていませんが、チャレンジしてみます。春と秋特有のゴミが溜まっていて、いい感じですね。今日台を出そうと思っている場所に到着。まずは様子を見ましょう。今あそこでもじりましたね。何の魚かは分かりませんが、もじりましたね。背中側には去年竿を出したポイント。こちら側も相変わらずいい雰囲気です。なんか泡が立ってんな。何分か見ていたら、こっち側でももじりはありました。沖のゴミが取れなかったので、9メートルの玉の柄を取りに行ってます。いや、上取りに行ってよかったですよ。この餌ボール忘れてました。グルテンボールと手桶。桶は別に代用できるけど、グルテンボールは代用できないんで、よかった、戻って、あとは9メートルの玉の柄。まだまだ接近戦ができる状況ではないので、9メートルの玉の柄を使って沖に浮かんでいる竹を取ります。取ります、取ります、取れません。おっちゃんにコツを教えてもらいました。竹とか木は鎌を引っ掛けて引きずり上げればいいらしい。水を吸った竹はめちゃくちゃ重くてぬるぬる滑るので、手袋は必須。そして汚れてもいい服で作業しましょう。ふう、泥まみれ。服も泥まみれになりかけました。また今日も寒くてなのか、録画が止まってしまいました。釣り台を設置して体重をかけてしっかり確認します。横木、万力、竿掛けをセットしてから竿を準備。竿は結構強し。藤川の美味しい水を確保。よいしょ。餌はいつもの使い慣れたやつ。シンベラグルテン底が72、ワタグルが20、イモグルが10ってところでしょうか。あー、コンパクトタオルの吸水忘れた。ぐるぐるぐる、はあ、グルテングルグル、グルテングルグル。あ、いつも本当はこのぐらい混ぜてます。ちゃんと行き渡ってるのを確認してからやってます。今日は普通の、 あの風景撮ってるやつで撮ってるので、給水って撮れました。コンパクトタオルを給水。ゴミは絶対持ち帰りましょう。給水、よしよし。さあ、やっと座れると思ったら、準備をしている間に竹が流れてしまったので引き上げます。さてさて、今度こそと思いましたが、まだです。重りのバランスをとって水深を測りましたが、ちょっと竿が短いなということで、13尺から15尺に変更。竿を上げたらおまけがついてきました。よっしゃ、1投目いきます。よろしくお願いします。いや、ポコポコしてましたからね。久しぶりの太仕掛け。糸に癖がついてますね。今日のセッティングは道糸3号。
浮きのボディが長さ10センチ、太さ 8.5 ミリ。トップの太さはちょい太め。針は土瞳の恋すれ11号、ハリス 1.2 号。段差は9センチ、上が30センチ、下が39センチになります。開始早々10分も経たない頃、ポコポコと謎の泡付けが立て続けに出てきました。これは何でしょうかね。生き物。わかりません。床休めと気分転換を兼ねて後ろ側の平井さんを見に行くも反応はないらしく、座席が一つ左側にずれていました。藤川は去年の10月秋口に仕込みをしている段階でお邪魔しました。水が上がると見え方が全然違うもんですね。地元のおっちゃん、利根川にはない知識をいろいろ教えてくれるのでありがたい限りです。席に戻って淡々と餌打ちを再開します。水は去年来たよと去年来た時より水位はあるし、そこそこ濁っているので悪くはないと思うんですが、反応は全くありません。足元の雰囲気なんてこんなにいいんですよ。向かい風なのでゴミが適度に集まっていますが、反応はないのでまた偵察へ。そこで平井さんがビシッと合わせました。抜かれた。経線気境の11尺、あそこまで曲がるとは。ほもちから先が一直線になっちゃうとどうしようもないですよね。あまりの悔しさに即日釣り道具屋さんに駆け込み、ボーダレスの 10.5 尺と21尺を買ったそうです。かけた魚は鯉だったとのことですが、ご愁傷様です。私は新発売のカップヌードルを食べます。牛と野菜の旨み溶け込む旨辛スープ、牛だしユッケジャン。針外しがここにあるのは箸を忘れたのでございました。昼寝をして午後に挑むも反応なし。帰り道にセイコーマートでオレンジジュースを投入。地元に帰ってから友達にステーキをおごりました。誕生日におごってもらったのでお返しです。超過出費ダブルでいて。今日は畑3日目、釣り台を組み立てていきましょう。朝の4時です。日にちは伏せますが畑の3日目です。なかなか今年いい状況にはならず今に至ります。前回は午後になってから18尺まで竿を伸ばしましたが、完全にダメでしたね。車に戻って朝食を食べ、験担ぎの納豆巻きと牛焼肉の大きなおむすび。雑談をしつつ荷造りをして向かいます。今日釣りをする場所に到着。正面に柳の木があり、さらに奥には水門。そして足元にはなぜか、腐った木の根っこが流れ着いています。新規一点大畑の中、5時59分、1投目、よろしくお願いします。竿は10尺の小竿です。左側の先にある枯れた草木、ここの先端がちょうど10尺で届くので、その尺でスタートします。前回やった場所よりも左右に横に困れるリスクが高いため、 PC トップの頑丈な浮きを使います。仕掛けはもちろん太仕掛け。釣りを開始してから20分、鋭い方は気づくかもしれませんが、浮きの見えている部分、トップの配色は違っています。開始した時は上から3目盛りがオレンジ、オレンジ、グリーンでしたが、ピンク、ホワイト、イエローになっています。水面に沖の柳の木が反射してしまい、浮きが見えにくいので少しマシになるかなと思って変えてみましたが、まあ映像だとどちらもよく見えているとは思いますが、
正直なところあまり変わりませんでした。残念。浮きがそこまで入っちゃったら合わせるしかないですよ。やっぱり空振り。横に一気に持っていかれたので魚が通っていることは確認できました。あとはゆっくり泳いでいく魚がふっと一瞬下を向いて餌を吸ってくれれば釣れることでしょう。いつもの餌をしっかりつけてどっしりと待ちます。使い慣れたいつもの餌をしっかりとつけてどっしり待ちます。最近早送りを多用していましたが、ここはスキップしていきましょう。1分、2分、3分、4分、まだまだ待ちます。5分、さらに30秒、程よい集中力で慌てずに待ちます。多分上げて下げてパッと入ったんで食ってます。いやよいしょ。とりあえず1個、ああとりあえず今釣れました。ああって言ってパッと入ったんで、あったってそんなにって言ったらあれですけど、40ある、ギリギリ40ある、ありがてー。よし、よし、ありがとう、ありがとう、ありがとう。釣れましたか？とりあえず1個出ました。向こうどうですか？試行錯誤中です。あ、いろいろ何ですか？リカで大丈夫ですか？大丈夫です。いただきます。いただきました、あったかい、本当に寒くて、あと、春回復があったのいいですか？腰に、あ、そうですね、ちょっと腰痛めるとあれなんで、じゃあちょっと、はい、いただきます。いただいた北海道を腰にペタリ。昨日まで夏日みたいだったのに、今日は本当に寒くてダウンを着ててもまだ寒い。朝雑草が白く凍っていました。魚もさっきの人から 4,50 分反応がないので、竿を7尺にして右側を狙ってみます。すぐ足元であれしてたんで興奮してしまいました。竿のすぐ近く、足元すぐ近くで魚が産卵してたら、ほうって言っちゃいませんかね。これ利根川だけですかね。あ、落ちてます。青は確かにだいぶ落ちましたね。竿を変えたり釣りをしていて浮きの位置を微調整する必要があったりしたので、なんとなく減衰しているというのは察していましたが、見て見ぬふりをしていました。気づけば予想以上に水が減っていて、濁っていたのも若干澄んできたような気がします。
ってるかな。ラあー食ってない。お口の周りですね。でかいですか。いやちっちゃいですこのものなんか多分口がちょっと汚いんで、多分吸ってなんかふわっとあれしちゃったんでしょうね。そんなにさっきと変わらないような40あるなしぐらいの。あでも、うん、40あるなしぐらいですね。変なところかかってない。うん、サイズ的にもさっきと同じ40やっぱあるなしぐらいかな。よいしょ、40あるなしぐらいのこのすれ、ごめんね。でも紛らわしい、君が悪いんだ。変な動きを出して君が悪いんだ。いやそのあたりをしまった私が悪いのか。いやここは痛み分けということで。痛み分けとかわけのわからないことを言っていますが、変なテンションでございます。なんせ昨日の夜、仕事が終わったのが午後11時過ぎ。寝たら起きれないなと思い、もろもろの準備をしてから風呂に入ってすぐ家を出ました。深夜なので高速道路は使わず下道で移動。茨城県筑西市にあるグランテラス筑西へ。現在の時刻は1時15分。ちょーっと道の駅で仮眠します。3時前くらいに起きてここまで車を走らせました。ちなみに竿は10尺に戻してから2投目。床休めも兼ねていたので来るかな。ちょうどいいサイズの、この網にちょうどいいサイズの鯉の、しかもすれ。ああ、ごめんよ。ああ、鯉。鯉か。鯉引けたな、これ。さすが鯉竿。左側から地味にゴミが流れてくるので、9メートルの玉の柄を使って、ゴミ止めを作ります。先端には 500ml のペットボトルを装着して浮力を確保。これだけで大丈夫なはずですが、お試しで先の細い部分には蛍光灯を保護するスポンジを装着してみました。友達の家からゴミをいただいてきたので、これはタダです。どうなることやら。手元は紐を結んで釣り台の足に引っ掛けたら完成。ゴミのエリアを作りました。ちょっとまだゴミが少ないかな。こういう作業をした後は魚っ気が消えるのは理解しています。ただ全体的な雰囲気としてお昼が近づくにつれて反応はどんどん薄くなっていきました。なのでお昼ご飯を食べましょう。今日は橋があります。満腹になって少し寝た後、溜めたゴミの中でいい感じに
はたきました。してやったりという感じでございますが、右側にもゴミよけが必要でした。ちくしょう。しばらく集中して釣りをしていましたが、あるのは糸ずれのみ。気分転換にいろいろ見て回っていたら、山の上の方に桜が咲いていました。右側で竿を出していた方も移動しましたが、その後帰ってしまい、午後から来た方も何人かいらっしゃいましたが、やっぱり状況は良くないようです。なんだかんだで16畳回ったので、本腰を入れて夕間詰めを狙いましょう。動画で言うと2分前に鯉のすれがありましたが、あれ現地の時刻では午前8時の出来事です。ゴミ桶を設置してカップ麺を食べて、2、30分お昼寝をして集中して釣りをしていましたが、7時間以上何もなし。見どころだけをカットしているので仕方ありません。何もないところを面白く見てもらえるテクニックが利根川にあれば動画にするんですが、残念ながら私にはございません。当たり、空振り、間抜けな姿、合わせる、のされる、魚を取り込む、そういう姿ありきの動画です。わあ、顎にがっちりかかってた。まあ危なさ鯉みたいな、鯉みたいなあれだったな。よいしょ。はい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 、ありがとう。わあ、行ったかな。はい、行ってみ。はいはい、ありがとう。はい、ありがとう。夕方になってだいぶ畑も収まり、足元を泳ぐ魚もあまり見えなくなりましたが、これは純粋に光の照ってる量が減って足元が見えにくくなっただけで、意外と通ってるような気はします。ただ浮きの動きはだいぶ静かになりました。まあこんな感じで時々動くので、ひたすら集中です。5時のチャイム。著作権がありそうなので早送りで失礼しますが、タイムリミットはあと1時間弱といったところでしょうか。果たして釣れるのか。釣れなければ釣れるまでやるだけです、なんてポエマーみたいなことを言ってしまいましたが、この一頭で釣れます。だからもう餌つけるところからやっちゃうもんね餌の玉ころを2つ用意していましたが、2つ目、下張りにつける方のサイズが気に入らなかったらしく、少し練ってからグルテンボールのヘリで削いでました。ベッと変な音が鳴ってしまいましたが、おならではございません。右側もちゃんとゴミ除けをしていればよかったんですが、足りないものを車まで取りに行くことを横着してこのざまです。でもうまくゴミを避けて2目盛り出しまでなじませられたので、よしとしましょう。餌を投入してから約5分後にヒットするので早送りします。最近寝る前に屋台でキャベツ焼きを作る動画を見るのにハマってしまいました。熱々の鉄板に生地を流してバランスよくばらまく天かすと紅生姜、その上にキャベツを持って卵を割って、手際よくパパッと裏返す、タイミングよくまた裏返す、仕上げにハケで塗るソースがもう
美味しそうな匂いがこちらまで伝わってきそうな勢いなんですよ。いつか食べてみたいものの一つです。想像するになんてことはない味だと思うんですよね。木をてらった素材使ってませんから。でもだからこそのうまさってあるんだろうな。そんな想像する深夜2時27分6秒でございました。ちなみに派生でお好み焼きも見ていますが、そっちは生地にキャベツが最初から入っていたり、豚バラ肉が乗っかってて、ソースにマヨネーズと、こちらも大変空腹を誘うビジュアルなので困っちゃいます。さてさて、この辺りでおしゃべりはやめておきましょう。出た、食い上げで出た、腹パン出た。来ました。47はないけど 46.7 かな。うん、47ぐらいありそうだけど。いや、来た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 。ズームした方がいいです。ズームした方が良さそうならズームお願いします。ありがとうございます。助かりました。ちょっと一人だと撮れなかったんで。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やった、よかったっす、ほんと。よかったー。よかったっす。あとメモリか、もう貸してもらえばよかった。うん、あ、いや、そうなんですよ。釣った時、焦ったなと思って。よっ。よいしょ。よいしょ。帰れます、帰れます。あ、ごめんよ、ありがとう。おいでったー。おいでったー。一休憩してから2匹目の土壌を狙って少しだけやっていましたが、残念ながら静かなもんでした。この場所街灯も何もなく、真っ暗になる前に片付けようと思っていましたが、ダメです、もう真っ暗です。片付け大丈夫なの？あ、大丈夫ですよ。大丈夫？大丈夫ですよ。先に片付けを終えて車に戻った方がわざわざ心配して見に来てくれました。ありがとうございます。一応無事に帰れました。帰る前にホロルの湯でスイーツと遊漁券でも買おうと思ったら、配置転換でいろいろ変わっていました。入り口を入って右側のカウンターで遊漁券が買えるので、皆さんもぜひ。といっても利根川、
実は茨城県内の第5種共同漁業権の全区域で使える年券、いわゆる県内共通券ってやつを持ってるんですけどね。いい魚釣らせていただいたので購入させていただきました。去年の動画、ホロルの湯の関係者の方もご視聴いただいたとかで、お風呂に入っていきたかったんですが、今ポカポカになったら寝てしまうのでそのまま帰宅。道中でソフトクリームを投入しながら動画が撮れていることを確認して安心しました。最後もう一度当たる前からリプレイしつつゴミの話をさせていただきます。古いゴミは正直全てが釣り人のせいとは思っていませんが、新しいゴミがちらほら増えていました。私の動画を見てくれている方は皆さんちゃんとした方だと信じていますが、ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。ということで藤井川、今年はかっこいい 46.7cm が釣れました。ありがとうございます。評価ボタンをぜひといつも言っていますが、今日はあえて言いません。実質言ってるだろうと言われるかもしれませんが言いません。そんな一言を残して本日の動画はここまで。また次回の動画もよろしくお願いします。